さあ、今日も脳を活性化させていきましょうよ。女性の足にいる王様？何その卑猥な感じの王様？いや、そういうことじゃないと思うよ。足にいる王様。ねえ、王様って他に言い方あったっけ？王様の他の言い方？ああ、私わかっちゃったかも。王様はキングって言うわよね。女性の足にいるキングは、ストッキングよ。お、なるほどそういうことだったのか。答えの解説にもちゃんとフォローしてあるわね。ああ、よかった。じゃんじゃんといていこうぜ。これは、木の絵よね。ここはどこ？って書いてあるぜ。ってことはこの問題の答えは、場所を示してるのかもね。木の数は6本ね。なんだろう。思いつかないな。6本の木、木。6本、お、これは私わかっちゃったぜ。これはウームの事務所があるところだぜ。ああ、なるほど、そういうことね。答えはギ6本。つまり六本木だぜ。おう、そういうことか。マリサ、今日は冴えてるね。何言ってるんだよ。私は生まれた瞬間から冴えてる女だぜ。そういうのはいいから。さて、次の問題行きましょう。服っていう漢字の中に小さな尾があるわね。服の中に尾か。よく見たら尾だけじゃなくて、尾の隣に伸ばし棒もあるよね。あ、本当だ。あ、これは僕わかっちゃったよ。服をカタカナにして、真ん中に小さい尾と伸ばし棒を入れると、答えはフォークだね。フォークかー。これは全然思いつかなかったぜ。生まれた時から冴えてるんじゃなかったの？やかましいぜ、霊夢。さあ、次の問題行こうぜ。ん？これは、まず、何って書いてあるかわからないわね。アルファベットなのか数字なのかも不明だな。でも、最後のはどう見ても A だよね。ってことはアルファベットってことか。でも、一番最初の文字は、どう見ても8にしか見えないんだけど。これはヒントを見ましょうよ。食べ物だと？全然ヒントになってないわ。もう一個ヒントを見よう。鏡文字？鏡文字ってどういうことかしら？鏡で見たように反転した文字ってことだよね。鏡文字か。あ、なんとなくわかった気がするぞ。マジかよ。全く何一つひらめかないわ。多分、二番目の文字はアルファベットの O だね。O も A も鏡で反転しても、見え方は同じだからね。で、最初の8に見える文字は、これは S だね。S を反転したものを重ねてるんだろう。で、同じようにして3番目の文字は B だから、今回のなぞなぞの答えは、SOBA でそばだね。この問題は難解だったわね。さて、次の問題はどんなのかな？動物の絵が3つ書いてあるわね。カラスとカメとコアラだな。その隣に数字が書いてあるね。お、これはピンときたぜ。どういうことなの？カラスの1番目の文字と、カメの2番目の文字、コアラの3番目の文字だぜ。これはそれぞれの動物の名前の、一文字を取るんだよ。ということで、答えはカメラだぜ。なるほど、隣の数字は、何番目の文字を取るかってことなのね。あ、これは前にもあったパターンじゃない？なるほど、アンドの読み方に注目ってことだね。そうそう、アンドを取って読めば？確かに前にもアンドを取って読ませる問題あったな。今回は楽勝ね。今回のなぞなぞの答えはストレートよ。おお、まさにストレートに回答したな。お見事だね。